もいいですか。はい、はいはい、来ました。はい、ありがとうございます。そういうことですよ。はいはいはい。でもあれなんですか、やっぱりこうちょっとあの松本さんがね、なんかいろんな場所に行っていただけるっていうふうで、はいはいはい、ちょっとまあ事故なきように願うだけなんですけど。はい、そうですね。まあほら2月の5日からね、こう YouTube とかにところいろいろやって、はい、ほらまあ知らない土地やって言うて、はい、まあここにいるほら金子さんも話した振り返るかね、この今松本さんですよ、地域おこし協力隊の松本さん、はい、うんうん、であとはねほら和太鼓の田切りチーム、そうそうそう、上田さんのねチームも話しました。話しましたよ。であとはほら道の駅でいたの候補の佐藤さん、佐藤さんも話した、うん、であとはほらララリアンのねすっぽんスープの小野シェフ、小野シェフ話した話した、はい、これまあでもいろんな話をして、まあ食べ物も食べましたよ。金子さんいろいろ送ってきてくれたんでね、ありがとうございました。本当に、うん、どうですかこのなんかこう知らない土地で知らない人と話してみたいな。いやだってまさかその私が何の関わりもなかった井戸田のことをまず応援させていただけるってだけでも嬉しいんですけど、うん、それを通してほんまに知らなかった方と知らなかった町の全然関わり、ね、このプロジェクトがなかったら関わることがなかった皆様とこうやって今はねこんな感じでねこんな仲良くお話しさせていただいて、ほんまにいやマジでもう良かったなと思いますし、しかもやっぱり、うん、行きたいっていう気持ちもあったりとか、やっぱそう出てくるよね、そうなんですよね、ほんま、実際にそっちに行って、まあ、ホルモン鍋もそうやしお味噌もそうやし、うん、ジャムもそうやし食べたいし、あのすごい温かい皆様ばっかりなんで、はいはい、実際それを肌で感じたいなっていう思いが強くなっていく一方です。はいはい、一方です。そうですよ。でもほんまは行ったことない人ってこんな機会ないよね。そうですよ、なかなか話もしない。しかもこのプロジェクトがなかったら多分私井戸田のことも知らなかったし、うんうん、あ、ほんで TikTok のコメント欄で学んだんですけど、うんうん、井戸田じゃないらしいです。井戸田らしいですこれ。え、ちょっと待って、井戸田じゃない、違うんですよ、福岡のそのもう井戸田出身の方から聞いたら井戸田らしいです。いや、一本線よ、この一本線です。私たち井戸田って、これ素人あ、素人だ、僕ら横、井戸田、これです。ちょっともう一回やってもらっていい、井戸田マジで高田と一緒らしいです。高田と一緒。ちょっと待って。高田と一緒って言われて。マジで高田と一緒ですよって言われて。うん、高田、伊藤田、あ、伊藤田みたいな。横らしいですよこれ。それは何なん、そのこの辺の出身の方って。そうですそうですが、あの出身のあれですけど言わせていただきますっていう感じでコメントいただいて。福岡県伊藤田って。伊藤田です。伊藤田とかもマジで素人やと思われてやめましょうほんまに。なるほど。あ、でもそうね、そういうことも分かっていくんやな。そうなんですよ、すごいわ。これだけじゃなくてそういうね別のところでもいろいろね糸田を学ばせていただいてます。なるほど、そうなんですよ。ありがとうございます。でも福岡さえも行ったことないんでしょ。そうなんですよ、まずそもそも福岡にめちゃくちゃ行きたくて、ね、九州地方に足は、九州はね鹿児島、あ、鹿児島はあるんですね。はい、行きましたけど、はいはい、九州のね、だから私ホルモン大好きで、マジでホルモンな。しかもそれ結構今年から好きなんですよ。なんなんですか今年から。なんかマジ、あの普通食べ物って今年からとか明日からとかないですよ。今年からマジでハマり続けてて、はい、いやで、あの何ですか、マルチョ、マルチョね、そう、福岡の中でこのマルチョの、ね、美味しい店みたいなのがあって、あ、もう来たって来たってしゃあないのに。なんかあったの、その今年からホルモン好きやけど、いやなんかね、なんでやろ分からへんけど油っぽいもんがね結構今年から好きで、今年からね、今年からって、だから何やねん、今年から好きなんですよ。今年から好き、そう、去年とかあんまやったけど今年から一気に好きになっちゃって、でね、こう福岡行きたいなって思ってたらまさかの井戸田、いや、そうやな、井戸田で言うてへんやん。そうそう、自分も言うてへん、言いつつね、ごめんなさい、井戸田で、はいはい、で、井戸田のホルモン鍋食べれちゃってみたいな。あ、なるほどな、すごい美味しかった、あれ本当に。でもあれやね、ほんまに、でもなんか俺も思ったけど、なんか手作りジャムから始まって、うんうん、なんかそれこそ柚子胡椒とかも食べさせてもらいましたけど、いや美味しかったですよね。なんかこう、なんでしょうね、うん、こう、まあ美味しかったら当然美味しかったんですけど、美味しかった、まあ人と触れ合ってるから、なおかつこう食べ物がこう立体感増すっていう、マジでそうです。なんかしかもこうやって箱に入れて詰めて送ってくださって、なんかそれもいろいろ見えるじゃないですか、うんうん、なんかこれもなんか入れてあげとこうみたいな、うん、分かる分かる、そういうのもなんかいろいろ相まって余計にこうグーって感じて、うん、味が余計美味しく感じました、うん、でもまあ僕らもほら、うん、まあ言うて僕もこのプロジェクト参加する前に、はい、井戸田は知らんかったから、
ゆっくり言いますね。知らんかったから。はいはい、だからそういった意味では、まあ、本当にこういうプロジェクトあって、うん、初めて知る街やけどすごく愛着が湧く街でもあるっていうね。なんかちょっと愛着湧いちゃってますね。いや、湧く湧く、ほんまに。そうですよね。でもやっぱあれなんでしょう、その何ていうか、多摩地域の中でも、うん、ちょっとやっぱりマイナーというかね、みたいですね、みたいな感じではあるんですよね。なんか何でしたっけね、なんか福岡に住んでるけど、うん、あの知らなかったって、糸が知らんみたいな。糸だね、うん、ごめんごめん、糸だね。ちょっと待って、ちょっと待って、そんないかない、そんな手出るから、あ、手出る、はいはい、ごめんごめんですよ、本当に。なるほど、その街を応援しているみたいな。じゃあほんまにな。でも、もう、おもろい。でも言うてほら、やっぱりなんかこう、はい、芸能で仕事してるとさ、うんうん、まあもちろん、まあちょっと若干非公式感はあるけど、糸田町を勝手に応援したいっていう、まあ俗に言う PR 大使的なことやんか。そうですよね、嬉しい。自分のあの出身のあの伊丹なんですけど、そうやな、兵庫県、大阪、大阪じゃない、兵庫、そう、兵庫の、兵庫、ね、ですら何もなってないのに、うん、なんか糸田を、そうそう、行ったこともないような町のね。そう、応援、ちょっと応援させていただいて、嬉しいですな。もう芸能の仕事やってるといろいろありますね。本当ですよね、嬉しいわ、本当に。あの金子さん、ちょっとあのカメラオンにしてもらってもいいですか。金子さん聞こえてます。あ、来ました。金子さんどうですか、なんだろう、ちょっとその状況を知りたいんですけど、うん、今なんかどこにモニター置いてたりとかする感じなんですか。あ、見たい、それモニター。うん、これ金子さんの今なんかスマートフォンで今どういうの、うん、どうなってます。ちょっと待ってくださいね、スマートフォン、はい、今からね、とりあえず段取るってことやな、これ。私が流れてんねんもんね、その糸田で。そうそうそう、なんかでも足止めてね、見ていただきたいですよね、なんかね。いや、なんか路上ライブみたいな感じになってほしい、ほんまに。うん、なんかね、10人ぐらい立ち止まって見てくれればね、めっちゃいい、岩ちゃんここでカンフーするのにね。あ、もちろんですよ。どんな状況なのか、ね、本当に。でも車とかめっちゃ入ってきてる、ね、うん、今僕の携帯がちょっと繋がってないんですよ。繋がってないんですか。モニター50インチのモニターが今つなげてる感じなんですか、金子さん。ね、ホストがビデオを無効にしてますになってるんです。あら、ビデオちょっとごめんなさい、今誰でしょうね、これ今一体誰なんですか。めっちゃおもろいやん。金子さん、じゃあ無理せずに大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。誰か、あ、これ今、あ、誰、あ、来ましたね、金子さんスマートフォン。あ、でもあれじゃないですか、なんかこう、あ、こういう形でなんかやっていただいてるんですね。私のモニターはどこにある。金子さん、どこに、遠い遠い遠い。違う違う、金子さん、ちょっと何、金子さんが歩く足とってもこう、あ、そういうことですよ。違う違う、そういうことです。あ、モニター、私おる、あ、いますよ。おお、おかちゃんと、おかつとね、おっか、これなんかおもろいな、これなんか、これおもろいですね、これおもろいな。あ、漏れてるよ、漏れてる、はい、そこ気にするの。うん、漏れ大事です、そこ大事な。あ、あ、でもなんか満車じゃないですか、もう。あ、なんか皆さん食べていただいてたりと、あ、皆さん楽しんでいただいてますでしょうかね、なんかこう、ありがとうございます、今日はいい天気なんで。あの画面に映ってるのは岩田周りでございます。岩田周りと申します。あの東京で女優やってます。はい、 TikTok と YouTube もやってます。岩田周りでぜひ検索してください。よろしくお願いします。もうなんか皆さん食事中にちょっとね、本当にお邪魔しちゃってすいません、なんか、すいません。今日はもうちょっとあの道の駅糸田でちょっとオンラインイベントということで、東京からちょっとつなげてやらせていただいてますんで、はい、皆さんお楽しみいただいて大丈夫でございます。ありがとうございます。いや、金子さん、ありがとうございます。状況よくわかりましたわ。ありがとうございます、金子さん、ありがとうございます。金子さんのスマートフォンオフって大丈夫ですよ。今松本さんの声が聞こえたよ。今松本さん、なんか、あ、松本さん、あ、はい、今ですね、着きました。ど、松本さん、どこ、ちょっと松本さん、画面オンにしてもらっていいですか。渋滞してるから。お、4画面あるよ。ちょっと待ってくださいね。あの松本さん、そこで、松本さんのカメラそこのままでいいですわ。あ、いいですです、これで。いいですね。松本さん、これどこですか、これ。見える。はい。これがですね、あの湧き水の泉、田切というところですね。おお。あ。これあれじゃないですか、もうなんかあの道の駅糸田でもお店の名前たぎりやし、そうそうそう、たぎり米の名前もたぎりやし、そうそう、たぎり米、和太鼓もたぎりやしみたいな、
です。その田切公園にですね、今来ています。うわ、ここが湧き水なんですね。あ、そうです。よいしょ。おあ、ここはですね、糸田の田原を潤したと言われる、湧き水がですね、湧いて、田切にあります。ちょっと松本さん、一つ言わせてもらっていいですか。はい。どこに水出てるんですか。ですね。はい。今は干ばつしてもう出なくなっちゃったんです。今も干ばつしてるんですかこれ。もうそうなんですよ。昔はですね。ガンガン湧いてたんですけど。泳いでる方もいたぐらいですね。ここで湧いてたんですけど、もう今緑ですもん。もう今は今や干ばつ中と、なんかいう形で公園でピクニックされてる方も、あ、いい天気やし、ビオリア。でもあれですよね、糸田町の皆様からすれば神聖なる場所っていうか、確かにね、なんかあるんでしょうね、やっぱここの場所。もう今や干ばつしてますけど、そうですね、もうこの田切のおかげで美味しい糸田米をですね、確かに、そうですよ、大事に思ってます。はい、ほら画面でずっと いる金子さんも言うてましたよ。糸よき田んぼ、あ、糸田、うん、ですよね。もうその通りです。はい、はい、そうそう、これでいいですよ。金子さん、いざんない、はい、そうか。あ、でもあれですね、でもほら糸田地、田川地域の人たちはここの場所知ってるかもしれませんけど、この岩ちゃんのファンとかでね、今日ズームに入ってきてるお客さんたちってここ初めて見るでしょうし、こんなとこなんや、田切りってっていうことでしょうね。これいいわ、こういうとこで私もピクニックしたい。これ岩ちゃんだって、だってここ見るの初めてでしょ。初めてです、初めてです。ね、そうやんね。どう、いや私こういうとこめっちゃ好きなんですよ、こういう、これなんか鳥居みたいなのがありますけど、あ、これそういうなんか神聖な場所的な感じですか。あ、ね、よいしょ、そうですね、なんか祠っぽいものもありますよ。うん、あ、本当だ本当だ、私こういうの好きなんですよ、ね、わ、なんかちょっと、ズームならではのカクつき感が若干ホラー感がしてる。そう、なんかその大丈夫か、そう、めっちゃわかる。はい、田切神社。あ、でもなんかこう神様チックな、うん、神的な感じ。お供え物もされてて、本当ですね、やっぱりちゃんと、やっぱりね、こう湧き水やから新鮮な場所なんやろな。やのになんか池の水緑やんとか言っちゃった、ごめんなさい神様。神様、でも実際も干ばつしてますし、でもほんまに緑。あ、なんかこうこれなんですか、カキですか、なんか石のものなんか今あった、あ、これはちょっと読めないんですけど、そうっすよね、うん、これ読めませんよね。何も読めないっすけど、なんかすげえ、そうだよ、うん、いやいや、ありがとうございます。誰も読めなかった。それで鳥居とかもあったりなんかしてね。そう、私こういうの好き、行きたい、めっちゃ。でもここの田切りがあったからこそ、この地域が活性化されたっていう、そうですよね、深い、すごくいいとこだと思います、うん、めっちゃいいです、ありがとうございます。でも観光客いないですね。本当ですね。観光客見えないです。そうですね。そうですね。地元の方に愛される公園です。めっちゃいいこと言った今。心のなんていうんですか、こうね。支え的なね。みんなここに来てこう辛いことや楽しかったこと。あんねやろ。吐き出すんでしょうね。あんねやろな。知らんけど。そういうのあんねやろな。知らんのかい。はい。はい、あんねやろな。でしょうね。素敵。いや、ありがとうございます。松本さん。松本さん。はい、はい。田切り堪能しましたわ。ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。はい。じゃあ松本さん、ちょっと次の場所に行ってもらってもいいですか。ゴーゴーゴー、お願いします。お願いします。向かいます。はい、じゃあちょっと画面を振ってください。はい、ありがとうございます。いいっすね。いや、田切りな、私マジでああいうとこ好きなんですよ。なんかこう、なんかいいよね。そうなんですよね。まあ、別に僕もディスってるわけじゃなくて、観光客がいなくてもこう、うん、ほら、あれ
な、いや違う違う、ディスってへん、ディスってますよ、ディスってへんやん、今は間伐してますけど、違う環境客言いませんけど、いやディスってるしそれマジで私よりも絶対違うやん、俺今からええこと言おうかなと思ってるそうですか、ごめんなさい、なんかこうほら糸田町の人たちの心の拠り所感みたいな、ほら、まあまあまあ、別にその観光客がいなくてもいいんですよ、いなくてもいいですよ、あの場所がちゃんとまだ存在してるっていうことが糸田町にとっては大事なんだなって、そうね、でも顔は間伐してますけどそんな顔してていい